たシナモンロールはコーヒー味のアイシングがかかってる。ちょっぴり大人の味だな。ありがとう。もう美味しい。これは生地にレモンの皮と紅茶の葉っぱを練り込んであるんだね。レモンが好きな人のためのパンか。新しいパンのアイディアって誰のためなのかを考えるところから始めるといいのかな。レモンが好きな人、甘いものが好きな人、私は誰にパンを作ったらいいのかな。そうだよね。できるだけたくさんの人に喜んでもらえるパンがいいなとは思うけど、難しいな。かすみちゃんに相談できたらいいのに。いまいち。かすみのコッペパンレシピが完璧すぎて新しいコッペパンが生み出せない。中に挟むものを変えるしかないか。はあ、かよこたちはどんなパンのアイディアを出してるのかな。え、じゃあかすみちゃんも新しいパンのアイディア出しに困ってたの。かよこも。私もかすみちゃんと一緒に作りたい。かすみちゃんと一緒なら新しいアイディアが出る気がするんだ。仕方ないな。かすみも一緒に考えてあげる。ありがとうかすみちゃん。職業体験なのに新商品のアイディア出しまでさせてもらえるなんてすごいことだよね。だからどうしても素敵なパンを見つけたいんだ。ありがとう。気持ちだけはたっぷりあるよ。かすみんは粉の配合を変えてみたけどうまくいかなくて、コッペパンなら何にでもアレンジができるからたくさんの人に喜んでもらえるのに。私もたくさんの人に喜んでもらえるパンがいいなって思ってるんだ。でも全然思いつかなくって。かすみちゃんと違って私がわかるのはお米のことばっかりで、お米が好きでもパン屋さんじゃ役に立たないよね。あ、でも米粉ってあるよね。あれってパンにできるのかな。あっ、